生きてらっしゃるなら何だっていい。リリア。何なんだ君は。本当に私のことを覚えてらっしゃらないんですね。でもそれならそれで仕方ないですわね。わかりました。では私と結婚してくださいませ。何を言っている。はいと言ってくださるだけで快適な生活と幸せな未来をお約束しますわ。勇気を出して一歩踏み出しましょう。いくら記憶喪失でも名も知らぬ相手と結婚するほど僕は間抜けじゃない。あら失礼いたしました。私はアイリーン・ローレン・ドートリッシュ、あなたの婚約者ですわ、クロード様。君がアイリーンか。申し訳ないが君と関わる気は一切ない。あら、どうしてそんな冷たいことを。僕は魔王になど戻らない。皇太子が魔王などどれだけ国や民に負担をかけてきたか。助けてくれたリリアたちの苦労をなかったことにはしたくない。クロード様、どうか君も婚約の破棄を受け入れて。聞き流して差し上げますわ。あなたを愛していなければこの場で切り落としてやりましたけれども。あ、愛している。ええ、でなければ命を懸けて会いに来たりしません。どういうことだ。私、クロード様に会ったと知られたら首をはねられてしまいますの。皇帝の勅命に背いた罪で。だったら早く帰れ。僕だってその迷惑だ。優しいところは同じですのね。よかった、ご無事で。生きていてさえくだされば何度だって口説けるんですもの。離れろ。女性が迂闊に男性に抱きつくものじゃない。なるほど、魔王っぽいところを削除したらこんなに純情になるんですのね。今すぐお持ち帰りしたい。だからそういうことはやめてほしいと。やめないか。楽しいですわ。